ハピオー松山です。今日はなんでこんな格好をしているかと言いますと、ミストラのサップを紹介して乗って感想をお伝えしていきますっていう動画です。ミストラルを輸入している ABC デザインの荒木さんに登場してもらってもらいます。ABC デザインの荒木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このモデルはコーラル 10.5 パドル&リーシュセットという商品です。コーラルはサンゴ礁のことですので、デッキもボトムも全部サンゴ礁のサンゴ礁をモチーフにした。あ、すごい。裏も熊の実がいるフル見た目もいる。フルデジタルの、プリンティングをしてある。なかなかここまでやってるボードはないので、美しいボードです。水の上に出ると意外とこれがシックに落ち着いてて、漕いでるとテンション上がりますんで楽しいと思います。長さは 10.5 なんですけども、意外と幅が33インチありますんで、安定性がすごくいいので、ヨガですとかフィットネスとかにも使えるんで、重量も非常に軽くて 8.5 キロですので、このサイズで 8.5 キロは結構軽いので扱いやすいと思います。パドルも同じくプリントがしてありますので、付属パドルなのでアルミです。素材と工法が最新のものを使ってまして、1インチ 2.54 センチ四方に13,600 本の細い糸が上下つないでるんですよ。それもよじってあるんで、だからすごく硬さがあるので、これそんなに今日空気入れてないんですけども、通常のハードボード並みの硬さがあるボード、インフレタブルって結構ポニョポニョ感があるんですよ。こうそれがないのですごく乗りやすいボードです。デッキパッドもただの滑り止めだけじゃなくてデザインしてありまして、こう色も入ってますし、近くで見ますと小さくミストラルの M ドットのマークがついてる、こんなのを、ね、プリンティングしてるぐらい凝ってます、デザインを。こんな感じで空気を入れます。通常ですと指定は 15PSI なんですけども、こちらにブルーのサイゴンとか 15PSI なんですけども、だいたい今回 12PSI ぐらいですけども、十分な硬さがあります。これはこのボードのその硬さのある特徴なので使いやすいと思います。頑張り方次第なんですけども、7、8分で頑張れば入ると思います。そうですね、いや頑張り次第、頑張り。電動のポンプなんかもサップ用のが出てますんで、そんなのも利用できると思います。この素材は壁とかなんかどっかぶつけちゃったりしても簡単には破れない、基本的には2階から落としても壊れないぐらい頑丈です。ただ鋭利なものに切れちゃうと PVC なんで、どうしてもそこは気をつけなきゃいけないんですけれども、硬さは硬いので安心して使えると思います。あと人にぶつかった時なんかインフレタブルの方が柔らかいので、その辺は危なくないと思います。で FRP の普通のボードよりもやっぱり重量的に軽いのもこのボードの特徴です。これ全然もうそんなことなくて、これだったらいける、わいいな、これフィンは、US フィンボックスという US ボックスというフィンボックスになってまして、これは結構一般的なものなので、いろいろなフィンを取り替えることもできます。ご自分の好きなレーシングフィンにしたりとか、はい、革なんかで使う場合にはちょっと柔らかい、すごく柔らかいラバーのフィンなんかもありますんで、そういうことに交換することもできます。このパドルは旅行なんか行くの時にも簡単なように3ピースになりますので、ボードも小さくなりますし、パドルも小さくなります。で、長さがこちらで調整ができるようになってまして、まあ、身長プラス20センチとか30センチとか言うんですけども、軽く手を伸ばして肘がそんなに曲がらない程度、これぐらい、私ですとこれぐらいの長さ、こう漕げば背筋で漕げるんですよ。
これだと腕で漕いでるんだけども、背筋でこうこんにちはこんにちはってやると、そうすると疲れないで力も入るん で遠くに、そうそうそう、なるべく遠くイコール曲げ体肘を曲げないで遠く、そうそうそう、行きますか。怖い、意外と初めて乗るボード。じゃあついてみて、それで。ああ、意外と安定する。最初。そうそうそう。え、早っ。そうそう、全然大丈夫。結構直進性がいいですね。一漕ぎで結構ピューって進む感じが楽しいです。方向転換も硬い分すぐボードに対して反応してくれる。私あんまり上手くないんですけど、足の位置を変えなくてもこのままの状態で曲がりやすいです。イエーイ。ボートとかヨットで例えばこうやって、まあ、横に置いて、まあ、今固定してないんですけど、こうやって固定してどっかアンカリングとかで行った時に、サップだったらテンダーほどの幅を取らずにこうやって乗せることができて、そのアンカリング先でサップで遊べるっていう、まあ、プラスワンのヨットとかボートだけではなくて、まあ、もう一つの楽しみ方としてこういう船では利用できるかなって思います。よし、こんな感じで出廷みたいな。超楽しかったですいや本当に想像以上になんかインフレータブルの誰でも乗れるサップって言われると、なんかそんなに進まないスピードも出ないのかなとか思ってたんですけど、結構走るし曲がりやすいし、すごくいいボードでした。めっちゃ楽しかった。でやっぱヨットとかボートでどっかクルージングセーリングしてアンカリングして、でサップこれで遊べたらめちゃくちゃいいなって思います。うわ憧れるな。すごくおすすめのボード、ミストラルコーラル 10.5、 ぜひお買い求めください。値段は118,800円。ぜひ試してみてください。ありがとうございました。